輩たちのツケがたまったからさ、私が代わりに、私たちが上のツケでしょ。見てみ、その後ろの花を。ときめきメモリアル、あ、うん、見たよ私。何を？映画。何それ？知らないの？こんばんは。こんばんは。本当に来た。映画。ときめきメモリアルです。はい。見えますかね？興奮してるけど、大将、本物よ本物。当たり前、ちょっとポスター、ポスター貼って、ポスターを。これもお願いします。ちょっと、本当に。いろんなお客さん来たと思うけど、こんな可愛いお客さん来たのって。いや、たまたまこっちに、あの舞台挨拶来てるから。あ、それで呼んでくれたんですか？寄られさせられたって。あ、ついでなのね。ついでなの嬉しいね。お座りください、本当に。え、みんな名前聞こうか、じゃあ。はい、じゃあ順番に。え、こっち、え、どっちから聞けばいいの？こっちかな？はい。はい、山口さやかです。はい、こんにちは。こんばんは。榎本かな子です。はい、こんばんは。中山恵美です。あ、知ってる知ってる。川原あき子です。よろしくお願いします。おー、かわいいね。おー、まあ、ドキドキするわ、なんかな。竹下美穂です。もういいって。だからな、自分だな、見てみーな。もう自分だの半分以下で生きてるね。そんなことない、そんなことないよ。いや、だってみんな12歳やろ。12歳ちゃうんかい。違う、18です。18です。この2人18です。あ、ほんまか。で、この2人は17で16。ほらごめんなさい、あの、食べさしの子置いとったけど、あげるもこれ。あ、どうも。あ、見て、お酒はダメですね。お酒はダメですね。じゃあ、旗打ちてないんか。ウロン茶かは、ウロン茶か、ウロン茶しかないんですよ。ウロン茶ってやばいですね。裏で、食べない方がいいかもしれないですって言われてた。怖くて。鶏の唐揚げとかないんですか？ホッケとか。これですよね、鶏の唐揚げ。鶏の唐揚げ、これもあるよ、ここにも。え、これ唐揚げですか？あれはただの飾りよ。なんで店なんですか？どういうストーリーなのか。内容はですね、ただの何もない青春ドラマ、映画。何もない青春ドラマ。何もなくはないし、何も、なんか激しいのとかあるじゃないですか。すごいナチュラルでね、お子様向けですかね。私には物足りないわ。自分一番年下やろ。なあ、ほで物足りんのか。ほんなお姉さん方どないしたいねん。楽しげですよね。いや、いいですよ。いいですよ。ていうか、すごい切ないんですよ。す、胸がキュンとなるよ。ほんと。ストーリーなの。まだ子供好きでわからんのかもしれんな。どういう役柄だったのかというと、私は、さやこさん、はい、はい。横山みしおちゃんっていう女の子だったんですけど、うん。すごい明るい子で、はい。何でも髪の毛こんなになっちゃうか、顔3つあるんですね。滑稽かと思ったよ俺。4人の中で一番はっきり物を言うタイプだったよね。そうなんですよ、ストレートに物を言うタイプで、うん、4人の中ではムードメーカー的な存在の子だったんですけど、こうやって見る限りおとなしい感じ。そうですよね。しっかり頑張りましたね。ダメですよ。花ちゃんよりはうるさくないですよ。私静かなんですよ普段。いや、そんなことはねえと思う。本当に隊長。隊長じゃない。誰が隊長やの、おめこの世界がおめ。大将ね、大将。かなこさんは結構映画の中でね、あのさやかさんから結構 やられてた方じゃないですか。いや、本当に。でも裏ではもうすごいしまかれてます。裏でもうですかね。裏で大変なんです。そうですね、縛ったり。あんたさっきの分かってんのとか言われて。本当にそうなんよ。はい、あ、怖え。一応一応一応先輩だからね。厳しく言っとかないと。そうですよ。で、榎本さんが、はい、小麦ちゃんでしたっけ、はい、確かね。小麦ちゃん。そういう別に何っていうわけじゃないですけど、妹みたいな感じですね。みんな年は一緒なんですけど、うん、その中でも子供っぽい子っていうような役でしたね。なるほどね。うん、そしてこちら、ああ、それまでずっと友達がいなかったのに、うん、初めてあこちゃんがやってる夏美って女の子に話しかけてもらって、うん、みんなの中に入っていけるようになった女の子で、ですんごい頭がいいんですよ。もう常にこう参考書を持って歩いてるような。男が嫌いで、っていうか舞台挨拶って同じこと言ってる。私は原田夏美役をやりました。
一応この4人の中では一応リーダー的な存在そんな感じするわ、うん、で小麦ちゃんが一番ね、あの同い年だけど一番子供っぽいっていうか妹感な、うん、妹的存在のその反対に私は、まあ、この4人の中でもちょっと洋服だとかちょっと大人っぽい役柄でした、うんでしたじゃあようこそお越しくださいましてありがとうございました。あの誰かに来なさいって言われたそうなんですけどそんなことを忘れて楽しくない、そうね、行きましょう。乾杯。Shall we drink together by ベロベロバー Thank you。 この番組はジーンズファクトリーと本田オートテラスの提供でお送りします。ということは海岸で繰り広げられる青春物語かい？そうなんです。海の、そう、瀬戸内海の海の家の、あ、瀬戸内海か。毎年海の家でバイトをしていた女の子たち で高校3年生で最後の夏休みのバイトの話なんですよ、うん、あ、なんとなく分かってきた。ロケの合宿と普通の合宿と全然違うでしょ。どんな感じなの？最初私たちが行った時は2泊3日でどこ伊豆行ったんですけども、リハーサルで、リハーサルなんか全然何も喋らずに仲悪かったんですよ。仲悪かったっていうか、いいも悪いも区別できないほど何もなかったんですけど、やっぱさすがに1ヶ月いると嫌でも仲良くなってしまいますね。嫌で嫌でも仲良くしていただいてます。今回の監督は菅原博史監督はすごいロスに住んでる人で、ジェントルマンなんですよ。アクションって言うんですよ。だからね、なんか英語がねよくね話して、もうだ台本とかパッと見ると、うん、なんか書いたのかなと思って、英語だから読めないんですよ、うん、あ、本当、うん、ね、でも日本人なんやろ。そうです、広島ですから。日本人ね、印象に残ったところとか。なんかあれやろ、なんか2ヶ月も石間おったらさ。え、印象に残ってたのはやっぱり、うん、エミリーちゃんのペンギン。何？いやでもずっとちょっと言いましょうか、言いましょうか。あのですね、こう水をかけ合うシーンがあるんですよ、シャーって。で、ね、なにテイク2か3ぐらいまでやったんですけど、最後のカットに監督が、皆さんここにはね虹が出るんですっておっしゃって、こっもっとこう太陽に向かって気持ちいいって感じしてくださいって、私一人で、はぁ気持ちいいって感じしてたんですよ。だからみんな水かけ合ってて、私一人で浮いちゃったんですよ。こうやって、私たちはもう岡田君のケツとかバンバンこうやってこう殴ってるんですよ。殴ったりね、本当にかけ合ってるんですけど、エミリーちゃん一人で水かぶってはいって言ってるんですよ。私はもう監督のお望みの通りにもあれはちょっと違いますよ、絶対。うざいですよ、もう。どっちがやってることが正しかったの？いや、私は違いますよ。バイバイやってるのが正しいですよ。なんであんなに選手一人でこうやってシャーって言ってるんですか。気持ちがいいなってことなんですよ。でも人それぞれだから。そうです、波江はそういう子なんです。多分演技についてとかも苦労があったんじゃないですか。うん、それはいつもですけどね。怖いんですよ、だから怒ってるシーンとかあるじゃないですか、うん、そうすると普段は仲がいいシーンだからワイワイ2人でやってたりするんですけど、怒ってるシーンの撮影の日って一言も喋ってくれないんですよ、さやかちゃん。そういう怒ってる気持ちを作ってるから。だからもうなんて言うんでしょうね、もう喋りかけられない感じなんですよね。こっちも喋りかけたら、あの榎本加奈子ってさ、私せっかく気持ち作ってんのに壊しやがってとか言われてたら怖いじゃないですか。だから喋りかけられないですね。え、その時はマジでやっぱそういう怒っとんかな。怒ってますね。怒っとんか。辛い、すごいですよ。だから、いや、すごくないけど。私はもう全然ダメですね。いきなり、あの、それまで普通にやって次怒るシーンって言われて、それができないから初めからやってなきゃいけないっていう。私はあの本当にほとんどあの役作りっていうか、そういう怒ってるシーンとかあるとするじゃないですか、うん、そんでもう直前まで全然普通ですね。でなんかいきなり、いや、あんまりそういう考え込まず、あんまりなんか逆にすごいいろいろ考えすぎても、うん、
なんかちょっと違う方向に行っちゃったりしそうで怖いんで、私は、私の場合はだから全然普通にしてて、でもやっぱりな涙とか流す時とかは、なんかもう前の日ぐらいから明日のことを考えてずっとなんか心に溜めといたりしますけど、ね、すごいですねみんな、ね、だから、うん、感情で泣けます？私一生懸命目乾かす方ですよそれでも、うん、本当ね私本当にもう一生懸命目開けてて、で誰かに目乾燥させてるってバレちゃいけないなと思うから一生懸命下とか向いてバレないようにこうやってるんですよいつも。でもすごいと思います私世界中で泣けるの。台風のシーンがあったじゃない、うん、あれって大変だったでもね。めちゃめちゃ大変だったんですよもう、ね、寒いじゃないですか、うん、で日本一でっかいあの扇風機が2台やってきたんでしたっけ。どれくらい大きいのそれって。とんでもなく、うん、全然わからない。どれくらいだろう。壁ぐらいですよ、ね、その壁ぐらいありますよ。すごい。もっとあるよもう自分の身長以上のぶっ飛ながら落ちてきた。あ、でもだってそれが使われてるんです。コロンとか言って、よく見てもらうとわかるんですけど水筒が注って水筒がブシッと落ちて私とアコちゃんと。でもアコもその時ね缶が落ちてきて缶が軽かったから良かったんですよ、うん、当たったんだよね。池内くんと3人で押さえてるんですよ。でも私とかもうダメだよって泣いてるのに、もうダメだよコーンそれが水筒だとしたら笑っちゃって大変だったこんな感じだった失礼しました。しかし公園だったのあこの辺かもうこんな感じだったんです。すごかったよね。なんでこういう仕事を始めたの。と鈴木花見さんに憧れて、うん、それで私の母親の知人にこういうお仕事をマネージャー業をしてらっしゃる人がいて、うん、その人に何気にやってみたいなとか言ってたら、うん、その今の事務所の社長を紹介してくださって、でこのままひょいって東京来ちゃったんですけど、ひょいって2人で初めて知った。そしたらトントン拍子に、なんかラッキーでした。お家の近くのスーパー。スーパーで東京なんですけど実家が買い物してたら声かけていただいて、なんか、まあ、よく原宿とか六本木とかっていうの聞くけどスーパーっていうの初めて聞いた。ピーコックっていうところで最初そうだったんですけども、その後に事務所を移って家出していただいて。え、誰に声かけられた。なんか知らないモデルの事務所の方。男の人、うん、女の人、おばちゃんもスクーターで買い物来てたんですよ。それで声をかけていただいたんですね。最初はモデルさんから。そうですね。でもそんなに何をやったってわけでもないですけどね、うん、私は本当に何の興味すらなかったんですね、うん、全然芸能界のことが知らないし、うんうん、なんか全然思いもしなくて、それでなんか中学校の時にスカウトされて、それでどんどんなって高校に入る時になんか雑誌とか見てて、うちモデルってスカウト一応されたんですよ、うんうん、それで、あ、じゃあちょっとバイト感覚でちょっとやってみたいなと思って、それがきっかけです。友達と渋谷で遊んでたんですよ、うん、で、あの芸能界の仕事に興味ないですかって言われて、前の日によくテレビで悪徳商法とかやったじゃないですかで、なんかそういうスカウトされて AV 出されちゃったよとかそういうのを見たんですよ。これだと思って信じちゃいけないと思って、最初はすごいちょっと警戒してたんですけど、うん、まあ変なとこじゃなくてよかった。何何かぼちゃんかぼちゃん、はいはい、これちょっとみんな食べてくださいよ。すごい美味しい。めちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃめちゃ美味しい。最初よかったね。そう、俺こんなに褒められた初めてやわ。もうかぼちゃすごい気に入ってるんだ。ビーフね、大丈夫ね。聞いてもいいかな。普段のお友達っていうのは、はい、仕事のお友達とはまた違うの？なんかよく言われるのが、このお仕事をする前にできたお友達も今仲がいい子とかいるんですけども、うん、やっぱりそういう子の方が逆に信用できるみたいですけど、なんか本当に芸能界お仕事、うん、この子と仲良くしたらもしかしたら男の子紹介してくれるかもしれないとか、うん、そういう裏の気持ちがなく付き合ってくれてるんだなと思って、うん、やっぱりそういう友達の方が私は長続きするんじゃないのかなと思ってるんですね、うんうん、で私が高校入学した時になんか知らない子に、うん、なんかお仕事して大変だろうけど
なんか辛いことやったら私何でも相談してとか言ってたんですけど、お前何相談すんの何してくれる新コーナー親父万歳、清水邦明さん親子を迎え、普段見られない父親としての素顔に迫ります。結婚式直前の親子の涙、ゲストに井森美幸さんを迎え、父パパ親父娘を頼むでは金曜夜7時。大学行ってますよ今。短大生ですよ。短大生してるじゃんと不純考え方でそんなこと思ってた。ずっと映画とかこのときめきメモリアルの前もやってたんで、うん、4月入学式以来ずっと行ってなくて、2ヶ月後ぐらいに初めて行ったんですけど、うん、でも行ってますよちゃんと。でも大学受験それこそ大変だったでしょ。そうなんですよ、小論文だったんですけど、うん、私小論文ってその年にあったすごいね、なんか大きな出来事とか問題になってることとかが出るじゃないですか、うん、だから環境問題とかいじめ問題とか高齢化社会とか、もうすごいいっぱい勉強してたんですよ。どうけば話あんねんから聞いたらあんねんから。それであげるわ、もう食べよこれも。皮食べれんの？皮食べますよ、皮は家庭科ですから皮食べる食べれる。あきこちゃん、かぼちゃもいいけどさ、はい、お休みは何してるの？休みは話休みは本当に友達と会います。私の友達ももうみんな普通の子で、うん、あの私は高校2年ぐらいから仕事を始めたんで、うん、2年の夏ぐらいに、だからもう高校の友達も全員普通に接してくれて、うん、会った時って何するの？もう何をするっていうのもないんですけど、ドライブとか最近はちょっと大人ぶって、うん、免許は持ってます。何してるの？休みの時とか洗濯とかしてます。結構地味ないな。めくらないの？私目星つけるんですよ。え、本当に目星つける？カビ生えたんだって、ね、入れてください。何ですか？すごいショックなんですけど、目星6月ぐらいからやったんですよ、うん、自分で洗って、うん、最初何あの水に6時間ぐらいさらして、うん、塩でやって水上がってくるじゃないですか。本当にやってるわ、うん、でシソ入れてで瓶につけて、なんか1ヶ月ぐらい経って8月の頭ぐらいに日干ししなきゃいけないじゃないですか、うん、あれで日干しなんか夜帰ってきたりしたらできない、うん、普通夕方日が落ちたらしまんなきゃいけないじゃないですか、うん、そう思って、もうその日干しっていうのは昔の発想だから、うん、私はお風呂の乾燥機でガーッてやったらすぐできるだろうと思ったんですよ。確かにちょっと塩は入ってきたんですね。でお風呂入るから外に出したりいろいろするじゃないですか。それ続けてたら、あ、真っ白になったと思ってパッと見たら毛が生えてるんですよ。と思ってカビ生えてやがって、もうすごいショックですよ。カビ生えてやがって本当にもう悲しかったですよ。それは誰に教えてもらってつけようと思ったの？あの本読んで、お母さんとかじゃなくて本読んでつけようと思って。優しい人やな。偉いわ。でも第2弾は何を考えてる？第2弾キムチなんですよ。今日なおいちゃんがな、おいしいジュース飲ませてあげるわ。全然話違う。もうな、もうおじちゃん君らにこれ飲んでほしかったんや、これを。何ですかそれ？さっきからずっと作っててな、これがな、これマスカット。あで、もももも。マスカット、はい、します。すいません。ありがとうございます。じゃあ、ムエさんも。すごい。大丈夫。美味しくないわ。どうぞどうぞ飲んで。私、かなちゃんちょっとちょうだい。はい。カルピスですかこれ？シーダカチ。これ、いただきます。あの岡山名物ってあるじゃん、マスカット、はいはい、名産のマスカットと桃、今、はい、ちゃん美味しい時、うん、そうなんですか。美味しい、美味しい、うん、東京なんかで桃食べられんやろ？ありがとう。桃、東京食べますね。東京なんて桃ぐらいありますよ。食べれますけど、あ、混ぜたら美味しいわ。美味しいよ。美味しいでしょ。何これ、うん、すごい。これ欲しい。これ売ってるよな、どっかにな。あるある、絶対ある。おいしい。なあなあなあな、みんなもういい年頃やからなあ、16から18ぐらいの人やから、いろんな恋愛についてこう考えようとあるやろなあ。表情が変わってきましたね。じゃあいつもこっちから聞きよったから今度はこっちから聞いていこう。はい、やだもんちゃんから。結婚はね、うん、もう
ちょっと前まではもうすぐしたい、23で結婚っていうのは決めてたんですけど、うん、でもなんかもう今は全然結婚なんかしたくないですね、うん、理想のタイプはですね、もうねすごいね強い人、強い人、強くて、うん、それであとすごい自分が尊敬できるっていう人じゃ、うん、がいいんです、うん、そういうのいるの、上にこうやって見れるような、いないんですよ、いない、尊敬できてね、なんかもう頼れるなっていう人がいいですね。なるほど。エミちゃんは、私一緒にいて楽しい人がいいんですよ。優しくて面白い人が好きなんです。面白いよね、大将とってもね。イエイ。エミちゃんは結婚してるんです。俺はあの妻も子もあります。あと失楽園はちょっと。惜しいことしたの。でも映画の中で友情と恋の物語ってテーマになってるじゃない、うん、それこそよく言うその終わってからもそういう恋が芽生えたりとかってないの、男の子たちも出てるじゃない、恋が芽生えるないですね、うん、なんか自然が自然が反応した、はい、かなこさんなんかもうね私、うん、いいと思うんですよ誰が何や、分からへんから、何がどうやんコウスケくん、コウスケくんなんだけど、かわいい、ちょっとね、今なんか番組で手を怪我しちゃったみたいで、うん、そのね、一生懸命こうやって動かしてる姿とか見てしまうとあーもう、うん、オッケーじゃあ今結構こうラブラブ状態なんだね。いやちょっと最近思い始めちゃったんですよ。吐きるなこの子、気持ちいいぐらい ね、 ね昨日ね、うん、舞台挨拶の裏で彼女になってあげるかなあ、みんなで来てんの、いや昨日までは一緒だったんですよ、彼女になってあげるよ私が、さやかちゃんは結婚したくない、したくない、なんで、ね、そんで暮らしたい、うん、彼と一緒に遊んでくれた、一緒に同棲はしたいけど、同棲したい、結婚はしたくない、その人の名字になりたいと思わない、思わない、ようわからんな、なんか今度またゆっくり行き、それ早く帰るって言ってるんです、はい、いや、そうですよ、もうずっといてほしいんやけど もう付き合いきれないと、いや、ちょっと今日一応あの慣れたからまあ、今度またあのみんな元気な顔してまた来てな、うん、はい、ありがとうございます、じゃあ美味しかったです、美味しかったです、うん、じゃあ会計は私たちのサインで、うん、あじゃああとこの榎本かな子さんが飲んでグラスも置いていくやめときますよ今度みんなまた岡山に来ることがあったら必ずこのベロベロバーもう一回来てちょうだいね、ね、来てよね岡山何があるんですか、なんか富士山とかそういうのないんですか、東京とか岡山後楽園知っとるけ、知っては存じてます、あの偕楽園と兼六園と後楽園、ちょっと難しかった、ベロベロバーから素敵なプレゼント、榎本かな子、中山えみり、矢田亜希子、山口さやか、4人のサイン色紙を5名の皆様に、応募方法はこちら、 OHK ベロベロバー係までお便りお待ちしています。あのイーナカードが海外で高速で使えるで、もちろんお得や、お得や、いろいろ使えて大好評、100万人突破、日赤イーナカード入会フェアやってます、私シャンプーなんて下手だし、ファインディングなんて遅いし、みんなに迷惑ばっかりかけてるけど、君たちの本気のコール待ってます、ベルエベル美容専門学校ベルダベス、スターカードでスッタカタッタッタ、採用審判スッタカタッタッタ、スターカードでタカタッタッタ、応援します、あなたのキャッシング採用審判、Hey, your name? My name is 川口。ゴールキー。叫びたくなる刺激だぜ。目の疲れ、充血に、サンテン FX。よろしく。サンテン製薬です。3、2、1、バンジージャンプ！
マシン3対7で乗り放題。大人気の絶叫マシンでヒヤヒヤ暑さをぶっ飛ばす。スパイラルスライダープールでザ・ブーンと暑さをぶっ飛ばす。おっと水着は忘れないでね。新登場13日の金曜日のヤクタで続々暑さをぶっ飛ばす。わっ遊園地で遊んだ後はビバハイランドで盛り上がる。おいや瀬戸を走り見る遊園地マシューズンハイランド、ナイターをやってるよ。この番組はジーンズファクトリーとホンダオートテラスの提供でお送りしました。ラバンペイマスク抱きしめて気しけそうな気配。あ、ジトーク声も文字も文字もできる P できる P。 もしもしアステル。